光明寺公園球技場は愛知県一宮市にある一宮市立の球技場。指定管理者制度に基づき、ナミスポーツクラブ近鉄ビルサービスグループが運営管理している。一宮市光明寺公園球技場とも言う。1993年10月9日完成。1994年開催の国民体育大会のラグビー会場として使用された。 メイングラウンドとサブグラウンドがあり、周辺施設を含めた敷地面積は106,700平方メートル。現在はサッカー、ラグビー、フットボール、ホッケー、アメリカンフットボール等に使用されている。また、J リーグの J サテライトリーグの試合も行われている。2010年度は FC ギフが本拠とするギフメモリアルセンター、長良川競技場の改修工事に伴い、 本拠地扱いとして、同級議場が使用される予定となっていたが、2月3日、発表の全日程、並びに8月3日10月1日の2回に分けて、発表の後期追加日程では、同級議場での開催予定はなく、結局1試合も開催されなかった。光明寺公園休憩場の周辺は、光明寺公園として整備されている。芝生広場を中心に遊具、 サイクリングロード等がある。国営木曽美川公園の138タワーパークに隣接しているが、光明寺公園は市宮市の公園であり、木曽美川公園ではない。なお、サイクリングロードで、大野国楽寺公園、138タワーパーク、光明寺公園は結ばれている。丘湖五隅に隣接しており、桜の名所である。 2006年限りで終了した一の市民花火大会のメイン会場であった。ありがとうございます。